さん、こんにちは。こんばんは。ぴっちゃんです。今日は、ちょっとリクエストをいただいたので、それにお答えする形で、お話ししていきたいと思います。電動歯ブラシでおすすめありますかっていうご質問をいただいたので、もう完全に独断と偏見でお話ししていきたいと思います。私自身は、今まで、もちろん手動も使ってましたし、フロス、糸のフロスも使ってますし、で、あとね、電動歯ブラシも数種類使ったことがあるので、まあ、使用感とか、その辺のお話をしていきたいなと思います。あと、歯医者さんに質問したこともあるので、まあ、何件かね、私歯も結構、この体のせいで結構悪いので、何件かね、歯医者さんに行ってるんですけど、そこで、まあ、大体、共通の答えが得られたので、それについてもお話ししていきたいと思います。はい、ではスタートです。はい、ではお話ししていきたいと思います。もともと、手でね、手磨きでしてたんですけれども、手磨きの時は、あまりこう力を入れてゴシゴシってこうグーでやるんじゃなくて、ペンを持つように、こう指3本で持って、で、お見せした方がいいですよね。はい、これ普段も使ってる手磨きの歯ブラシなんですけど、こう握るんじゃなくって、こんな感じで鉛筆を握るように握って、コシコシと、軽く当てて、こうマッサージするようにする方がいいっていう風に、歯医者さんのおすすめで、そんな風に使っています。電動歯ブラシについては、オムロン製のものと、あと、パナソニックのドルツと、あと、フィリップスの、ソニックケアとか、あと何使ったかな。あ、超音波歯ブラシで、ウルティマ超音波歯ブラシっていうのを使っていました。で、使用感はどう違ったかなんですけど、大体、超音波歯ブラシ、ウルティマ歯ブラシは超音波で、それ以外はすべて音波振動のものになります。で、超音波と音波の違いはっていうのを、先生に聞いてみたんですけど、超音波は結構その振動がすごい細かいので、菌がね、こう、連鎖するのを、止めることができる。まあ、その連鎖を壊すことができるっていう風に聞いたりしました。で、音波の方はどちらかというと食べかすを取り除くのに効果があるけれど、菌の連鎖を止めることはできないっていう風に聞きました。なので、超音波と音波は使い分けた方がいいかもしれないねっていうことだったんですけれども、ただ、やっぱりその音波振動って結構その振動が強いので、健康な歯茎じゃないと結構痛いっていうのもあって、歯と歯茎の境目がしっかり痛いために、もうむしろ磨けないっていうような場合は、手磨きで、優しく、ちゃんと歯と歯茎の間を磨く方が、まあ、間っていうか、まあ、好きですかね。磨く方がいいので、音波振動は痛いんだったらやめた方がいいっていう風に聞きました。で、音波振動の中で、私は、オムロン製の、オムロンのなんていう名前やったかな。多分調べたらすぐ出てくると思うんですけど、オムロン製のものと、パナソニックの、ドルツのポケットドルツっていう結構おしゃれな口紅みたいに、リップスティックみたいに見えるので、持ち運びが結構可愛く持てるっていうので使ってみたんですけど、あと、フィリップスのソニックケアと使いました。で、使い心地はっていうと、オムロンは結構使い心地は私は好きだったんですけど、ただ1年持たないんですよね。なんか結構すぐ壊れちゃうっていうのがあって、1年ギリギリ持つか持たないか10ヶ月ぐらいで結構壊れちゃうので、もうその、まあね、値段自体がお安いので、その、まあそんなもんなのかもしれないんですけれども、でも結構壊れやすくて、買い替えるのが面倒になってやめてしまいました。で、ポケットドルツ、パナソニックのポケットドルツに関しては、かなり振動が甘いというふうに感じたのと、まあ、さっきも申し上げたように、歯茎に痛みがある場合は弱い方がもしかしたら、磨きやすいかもしれないんですけど、ただすごい、弱いなって感じたのと、あ
あとこのね、これドルツじゃないですよ。これただの手磨きの歯ブラシですけど、この毛足が結構ドルツは短いので、磨いてるうちに、この周りのね、縁のこのプラスチックの部分がこう、当たってしまって、なんか気になるので、使わなくなりました。なので、結構可愛かったんですけど、可愛いっていうだけで、結局使わなくなっちゃって、で、今ずっと使ってるのが、フィリップスのソニックケアを使っています。で、ソニックケアは結構気に入ってます。はい、これソニックケアです。聞こえますかね？ブーンって。こんな感じです。で、結構私は使いやすいなと、本当に私の個人的な感想ですけど、使いやすいなと思って、もう何年かな？結構何年も使っています。で、入院中はこれと別に入院用のバッグにも常に入れてる、同じソニックケアの、入院用はなんかピンクにしたくてピンクを買ったんですけど、なんかそういう色使いもできるの、色ね、好きな色が選べるのも結構気に入っていて、うん、そんな感じでソニックケアを使っています。まあ、新しい歯医者さんとかに行くたんびに、電動歯ブラシと手動歯ブラシどっちがいいんですかっていうのを結構聞いたりするんですけど、もう皆さん共通して大体先生がおっしゃるのは、手磨きで優しくしっかり磨く方が多分いいんやけど、やっぱりその磨き残しが出てしまったり、疲れてしまってうまく磨けないとか、そういうのだったら電動を使う方がいいけど、まあ、両方使うのが一番ベストじゃないかっていうふうに言われることが多いです。だから、ちゃんと磨けるなら、正しい磨き方ができるなら、手動が一番っていうふうに聞きました。でも結構、やっぱり入院中もそうですけど、もう熱があったりとか、まあ、体力的にしんどい時とか、もう歯ブラシってすごいだるいですよね。まずその、これは本当に病気の人とか熱をよく出す方は分かってもらえると思うんですけど、もうその髪をね、結ぶのもそうですけど、手をこう高い位置に持ってきてずっと何分間も置いてるって結構しんどいんですよね。しんどい時は、元気な時はいいんですけど。なので、入院中は必ず、手動と電動と必ず持っています。やっぱりしんどい時電動に頼ったりしてますし、まあ、逆に、オペの後とかで、まあ、何も食べてないし、電動で充電してもらったりとか、そういう看護師さんに、お手数をね、おかけする方が申し訳ないって思う時は、その手動の方を使って、うん、自分がしんどくても、あまり手動では磨きたくないなって思うときは電動を使ってっていう風に使い分けができるように両方持っています。これ普段は自宅では、寝る前はこっちの電動で時間をかけて磨いて、3食の間、まあランチの後とか、お外に出かけた時とか、そういう時に手動でささっと磨くようにしてたりとかしています。はい、というわけで、今日は本当に独断と偏見による、電動歯ブラシどうですかっていう、質問の、ご質問のリクエストにお答えしてみました。また、何かご質問などあれば、どんどん書き込んでください。また動画の中でお答えできると嬉しいなと思います。はい、最後までご覧くださってありがとうございます。皆さんにいいことがありますように。バイバーイ。